はい、どうもマグマグマグロンと申します。今回はアリシアとの直接対決となるんですが、ちょっとねいろいろ策を講じてきました。まず装備はセリカでございます。魔法ですね。で、どうやって見るんだろう。これか。連れてきたのは猫根になっております。で、さらにこれをご覧ください。あれ、これちゃんと挑んだメンバーじゃなくない？ちょっとごめん、もう一回やり直すわ。あれはもうマグメルになっちゃってる。じゃあ合ってんのかこれで。合ってんだね。というわけでこれでいきたいと思います。ではではでは、いきます。というわけでね、いざ戦うことになるわけですが、強いんですね、結構ね。強いけれども、鬼人楽来る。どう、大丈夫。一応連れてきてるんですけど、この人はちょっとね、別の要因で連れてきてるんで、まず今いきなりの全員攻撃なんで、鬼人楽は普通ね、横一列なんだけどね、ずるいよね。触っちゃい使いてえな。さあ、どんな能力でしょうか。8500も HP があるようですね。ちょっと次に中身も、じゃん、こんな感じ。まあこれ辺の数値を見てもらえば分かるように、一応ね、耐性火が一番良さそうですね。で、物理攻撃もほとんどね、ちょっと効きゃしないっていうぐらい強いと、そういうことですね。はい、超ハーツ。一応火だったんでね、火を使いますよ。あ、間違えたね。今インフェルノは全体攻撃だよ。間違えたよ。200しか変。あ、この技が今ね、実はね、今の技、絶命剣。これがね、一撃死なんですね。ダメージは今、それほどでもなかったんですが、そういう問題じゃないんです。はい、パリーパリー。単純にね、一撃死するので、ああ、さっき見せればよかったね。土耐性をね、ちょっと100とかにしておけばね、即死がなくなるんでね、そういうのをね、見せるのね、忘れてました。あはは。まあ、覚えてたら終わった時にやるか。その技じゃないんだな、その技じゃ。大丈夫、まだ耐性ある耐性ある、ね、残属性のね、耐性はね、ちょっと高めておきたいんでね。あるかどうかちょっと確認しながらやってね。ほとんどここら辺のものは効かないんでね。今何もやることない？ないね。じゃあ、リンゴでも食え。こっちですね、クレミゾンフレア。これをやりたかったんだっけね。今の技も結構な威力だよー。混ぜるか。そう、たまにはね。パリだけになっちゃったな。カバーはパリ、両方ある。挑発もある。やることなくなっちゃったな、この子も。耐性アップ出しとこうか。やることなくなっちゃったからね。
と、はい、680、ほぼね、ジーナの魔法で攻撃するっていう傾向になるんで、遠慮なく使いますよ、アイテムは。一撃死なの？マットザッパー一撃死なの？やばいっすね、これ。刺激死とは思わなかったね。しょうがないね。ただね、コネットさんが死んじゃったらまずい。コネットさん生き返らしてる場合じゃなかったね。また死ぬな。お、生きてた。いや、コネットさん生きてた。うん、何しようかな。カバーパリーは生きてる？生きてないね、カバーで。本当はちょっと違うのやりたいけど、全員を生き返らせる必要がある。あ、また死んじゃう。なんという威力。マットザッパーはやばいな。威力だけだけいな。お仕置きだよ。カバーパリー。ん？コネット、ん？ちょっと待って、今なんだ？すごくない？これだけの強いやつがさ、野蛮の強戦士はコネットに見とれている。これだよ。コネットさんに見とれる？ねえ、そんなボスいる？本当あのパッシブスキルか今のはね。パッシブスキルは侮れないね。今まで一旦相手攻撃しないんだからね。いや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 、コネットさんだよ、だって。ねえ、甘く見てるけど私は。でもね、多分一番好きなキャラなんですよね。おー、いいね。魔法効くんですよね。シリカぐらいですよね。280もダメージ与えてくれるんでね。さあ、何がやる？カバーパリー。カバーパリー生きてる。じゃあ、挑発。あんたは魔法。クリムゾンフレア。あ、全攻撃、耐えた。耐えたけど、ジーナの魔法途切れちゃったかな。はい、魔法じゃねえや。アイテムはね、ガンガン使って。おー、来たー！じゃじゃーん！これまで助かる。カバーとパリーがなくなった。パリー、はい、パリーですね。聞きやしないよ、相手の攻撃。さあ、どう？ 500。 いや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 、大丈夫じゃないな、全然。そうだよ、しなさい。うわー、魔法、猫ネのも魔法もね、いいダメージ与えますよね。なので、こっちはもうほとんど、守って、引きこもって戦うと、そういう感じですね。いやー、牛の体。カバーパリーは生きてる。カバーが生きてるの？コネットさんやることないけど、ちょっとザッハ取るってもったいないんで。ミュージー攻撃もね、おろそかにしせず。はい、これも威力ある。今回はね、クロルコさんもあんまり。生き残ったよ、よかったよ、よかったよ、生き残ったよ。もったいないんで、
カパーパリーはまだ生きてる。挑発挑発。そうね、他のキャラにも攻撃いっちゃったからね。由々しき問題ですよ。よしよし。あ、やべ。ヒールなんかやってる場合じゃなかったのか。あ、でも、カタリーナが回復したのか。ならいいでしょう。うん。その技じゃないんだね。はい、パリー。はい、相手の攻撃に向こう。もうカバーパリーしかしないからね。よし。これで終わり？まだ終わんないか。はい、ありがとうございます。いやいやいや、アリシアは強いですからね。もうこうやって、超守備的サッカーで、サッカーではない、超守備的に挑まないとね、ちょっとね、難しいんですよ。さすがだな。この私をここまで追い詰めるとは。負けるわけにはいかぬ。これで軽くなったさ。ね、鎧を脱いで軽くなったということですけども。それがどうした。どれだけダメージを受けようが構わぬ。私は負けるわけにはいかないのだ。だよね、なんと。なんでこうしたらいいんだ、やめてくれる。このようにですね、もう一回戦わされるというね、めんどくさいっすよね。大丈夫？もう一回攻撃はまだ間に合うね。あ、そっか、これ土耐性あるんだっけ？ちょっとどれぐらい、どっちの方が威力あるかやってみようか。もしね、それだったら、今までやったのが意味がなくなっちゃうわけだけど。はい、あらら。あ、700だって、こっちの方が威力あった。やべ。ずっと気づかなかった。ここにね、ちょっと土属性強化があったんだね。カバーがなくなっちゃったから、カバーが先。よいしょ、魔法は相変わらず。よいしょ。ありがとう。土属性にしましょうかね。ちょっと。威力がでかいよ、それ。そうなの。よし。カバーパリーどっちが残ってる？カバーワール。よし、パリー。使っちゃってもいいか。ほら、700。またそれかい。死なねえからいいけど。回復アイテム使うかな。めんどくさいんだよね。よし。こっちはなんだ、カバーはもうパリーも残ってるんで挑発。うん、攻撃はしないでもったいないから。ファイヤーボールとかでいいから。うわ、両方取られる。やることなくなっちゃった。744。あ、やべ。こっちが、なかったのが、コネットさんに使
使わせよう。私の番なんの？切り裂くですよ。いや、団体制はまだあるね。今方々ギョム入れたでしょ。いやー、それは SP が0、TP が0になる。あ、もともと0か。うん、ゲーダメージ。さあ、カバーパリー。カバーもねえや。本当にめんどくさー。間に合うかな。おー、勝ったよ。エナジードレン。何ですか？いや、だから TP なくなっちまうんだっての。ダメです。退屈だな。ゾウ様は。まだ。プレパレーション。なんか使ってきましたね。これ確か効かないんだっけ？打ち消すわ。打ち消して。打ち消してくれない。速度アップはなってるな。検診も使っちったな。ああ、全然増えなかった。ああ、パリーがない。その魂。いや、そのエナジードレインやめて。TP 持ってかれるの。ポネトさん一人強いね。よし、ちょっと行動速度を。あ、いった。二度目はね、鎧脱いじゃうんで防御力も下がるし、さらに HP も低いんですね。なので、まあ、そんな大したもんではないですね。超守備的に挑んでおいてですけど。私は、また、負けたというのか。弱き者は、何も守れぬまま死ぬ。それがこの世界の掟だ。私にはもう生きる意味がない。お前がやらないなら、自ら舌を。お、殺す価値もなかったから何を。お、やばい、やばい、やばい。そんなものはない。捨てたんだ。強くなるために。強くならなきゃ。もっともっと強く。私は強くなって、みんなを今度こそ守りたい。この世界を、そして何より大好きな。ありがとう。というわけで、アリシアは誰だったんでしょうかね。うわぁ、こいつ強いんだよ。今後いずれ出てくると思うけど。あ、オーディンの方だった。ナイトライダーじゃなかった。もうオーディンも十分強いだろうけど。アリシア、しっかりするんだ。死の国の王に見入られし乙女よ。冥府から戻ってきて。うん、めんどくさいな。はい、こんなになります。泣いてる。待って、
はい、というわけで討伐隊に復帰しました。アリシアはね、そもそもこういうキャラクターです。なのでなんかね、ちょっとルコと被ってますね。まあでもまあそれはそれでしていいでしょう。一応箱にもパッケージにも出てくる子なので重要人物ということになっております。はい、ちょっとね尺も足りなくなっちゃったので、アリシアに説明する部分その他は次回ということで、そういう風にしましょうかね。もう無理だね。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。